最近ホットドリンクの様子がちょっとおかしいんだが、いもちょラジオ。ラジオを聞いているお兄ちゃん、こんばんは。神崎美月役の橋本千奈美です。ラジオを聞いている幼馴染の君、こんばんは。桐谷ゆきの役の金本久子です。この番組はテレビアニメはい最近妹の様子がちょっとおかしいんだがのラジオ番組です。はい、変なとこで感じました。10回目ですよ。はい、もう早い、もう3月半ばなんですけれども、うん、まだ多分ホット売ってる時期かなとは思うんですけど、うん、はい、最近自販機、うんうん、私水とか割と自販機で買っちゃう人で、はいはいはい、ホットとかも買ってたんだけど、うん、コーンスープとか結構種類が増えてきて、はい、初めてこの前トマトスープを発見したの。 ありますよね、ね、うんうん、しかもペットボトルのトマトスープ。わかります。ちょっとだけ高いですよね。そうそう、100何円だったかな、5、60円ぐらいぐらいして、はい、ちょっとそこは分かんないけど、みんな見てコーンスープとかオニオンスープとか、うん、トマトスープがあって、うん、でそこにチョコバナナみたいなのがあって、それは缶なの。ああ見たことあるかもしれないです。本当、さすがにチョコバナナはちょっと手が出せなかったけど、最近種類が豊富すぎて。そうですよね。何でしたっけ、ホットの炭酸の、うん、ある何でしたっけ、コーヒー、ジンジャー、コーヒー、ジンジャーでしたっけ。アップルもある。あ、そうなんですか、うん、そうそう。飲んだことありますか。ある。美味しいですか。ホットのジンジャーはすごい美味しい。あ、そうなんですか。なんか本当に温まる感じ、シュワシュワするんですよね。シュワシュワするよ。試してみたいです。今度ぜひぜひ。はい、試してみようって、うんうんうん、それで私はトマトスープにちょっとハマって、ちょっと塩気が強いんだけれども、こう移動中になんかご飯を食べれるみたいな、そんな感じがして珍しいなと思いましたですね。皆さんもぜひちょっと新しい発見してみてくださいね、うん、それじゃあそろそろ始めましょう。はい、いもちょラジオ、ただいまからスタート。この番組はいもちょ制作委員会の提供でお送りいたします。いもちょラジオ。お兄ちゃんたちからのメール紹介。では皆さんから届いたメールをご紹介していきましょう。はい、お願いします。はい、まずは戦国魔人 F さんからいただきました。ありがとうございます。ちなっちょ、ひさっちょ、こんばんちょ。こんばんちょ。いもちょのアニメを見ていて思ったのですが、はい、みつきちゃんの制服のスカート短すぎじゃないですか。お、 TST を隠したいならもうちょっと長くすればいいのにと思ってしまいます。現実でもこんなに寒いのに短いスカートを履いている女子高生を見ると、寒くないのかな、 TST 見えちゃうよと心配になってしまいます。お二人は女子高生時代は冬でも短いスカートで平気でしたか、という。女の子みんな TST つけてるわけじゃない。三月しかつけてないでしょ。面白い、うん。どうでしたか。ああ、私はミニスカートって言っても、でも膝よりちょっと上ぐらいだったんで、それぐらいだったから履いてたけど大丈夫だったかなと。ああ、本当ですか。うん。私は、やっぱ地元長野なので、雪がすごくって、あ、そっか。もう、スカートなんて、スカート履いてたんですけど、その下からジャージ履いてました。あ、それオッケーなの、学校は。ダメなんですけど、自転車で途中までこうジャージ履いたまま行って、先生が校門に立ってるんですけど、見つかる前に一回こう脱いで行ったりとか、あと黒タイツ2枚履きしたりしてました。黒タイツ2枚履き？はい。に分厚いのを履いたら、あ、を2枚履きしてました。そんなに寒いんだ。すっごい寒いです。もう自分の履いた息で髪の毛が凍るんですよ。あんま雪国を体験したことがないから想像がつかない。すごい寒いですよ。へえ。朝とか、自転車に鍵刺さらなくって凍っちゃって、毎朝お湯沸かして自転車にかけて、何、解凍作業なんですか。そうなんです。そうしないといけないんですよ。すごい。で、行く途中も滑るし転ぶし大変で、ちょっと生活が。なんだ。はい。大変でした。やっぱ全然違うんだね。なんかそう、私は岡山だから、そこまでじゃない、本当に。素足で、ソックスでも、割と我慢できるぐらい。あ、そうなんですか。で、授業中はちょっと膝掛け、持ってきてよかったから、膝掛けかけて、受けるぐらいだけど。あの、
移動の時とか、うん、膝掛けを巻いて移動してました、廊下を。え、長スカートになるってことみたいな感じで。へー、すごいね。やってましたね。そうなんだ。小学校の時とか、あの古い煙突付きのストーブ、うん、あー、小学校の時はそうだった。柵が周りで、あ、そうです、そうです、そうです、懐かしい。そうです、そんな感じでした。へー、はい、雪国は。雪国大変なんだ、ね、大変でした。いっそのことなんか、あの、スケートとかソリで行ってるイメージだけど、そこまでじゃない。そこまでじゃないですね。なるほど。はい。はい、続いて、さつまいもちょさんからいただきました。ありがとうございます。ちなっちょ、ひさっちょ、いもっちょ。いもっちょ。いもっちょ。アニメ8話見ました。二人きりの水族館でお互いの過去を知り、ゆうやとみつきの親密度も TST ゲージも一気にアップしましたね。お二人は水族館ってよく行きますか？私は小学生の時の遠足で横浜八景島シーパラダイスに一度行ったくらいです。おー。八話は水族館で。はい。デートをする回でしたね。はい、そうでしたね。みつきの過去もちょっと見れたりとかして。はい。はい、水族館ってよく行く？よくは頻繁にそんなに行くほどじゃないですけど、好きです。なんか私水族館じゃないけど、はい、あの去年の夏ぐらいになんか金魚いっぱい展示する、あ、わかります、わかる、はいはいはい、なんだろう、なんか普通になんだろう、ガラスが着物型みたいになってて、そうそうそう、金魚が柄みたいになるやつですね。そうなの、そうなの、いろんな方法で金魚を展示しているやつ。わかります、わかります。あれを見に行って、あ、いいですね。そう、あ、なんか楽しいって思った。こんな風に楽しめるもんなんだって。なんでしょ、本当に金魚めちゃくちゃいて、あのでっかいシャンパンタワーみたいになってるんですよ。あの水槽がこう積み上げられてて、上から水がこうどん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 流れてて、ライトアップもどんどん変わっていくみたいな。わかります。なんか行きたかったんですけど、なかなか行けなくって。はい、知ってます、知ってます。あれすごい良かったですね。私なんか水泳を習ってた時、静岡に住んでたんですけど、その水泳スイミングクラブがある敷地内に水族館があったんですよ。でタダで入れて、そのスイミングクラブ通ってる子は、なのですごいよく行ってました、水族館。そうなんだ、はい、なんか水族館にデートに行くとなんとか効果でいいって言いますよね。あるんですか、そういうのが。なんかあるんです。水のゆらゆらしてるやつとか、ちょっと薄暗い感じ。吊り橋とはまた別なような、なんかそういう効果があるから、あ、そうなんですか。デートにはいいって聞いたことがあります。へはい。そして続いて、はい、チョモランマ五郎さんからいただきました。ありがとうございます。ちなっちょ、ひさっちょ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちなっちょに一つお願いがあります。はい。オープニングの挨拶で、ラジオを聞きの皆さん、こんばんは。神崎美月役の橋本ちなみですという部分を、橋本ちなみだよって言ってみてほしいんです。その方が妹感が増量するかもって思いついたのですが、ひさちょもそう思いませんか？一度ぜひお願いしますって書いてある。お願いします、お願いしますって書いてある。あ、本当だ。確かにだよはね、すごい可愛いと思うの。あ、可愛く一回やってみますか。え、じゃあラジオ聞いてるお兄ちゃんかな。オープニングいきますね。はい、じゃあお願いします。ラジオを聞いているお兄ちゃん、こんばんは。神崎美月役の橋本ちなみだよ。ちょっとだよ立てすぎたかな。可愛い。またちゃんみたいにあの後ろが立つっていう。だよだよ。でもだよは可愛い。はい。あれ、はい。流された。あれ、あ、ひさっちょ、じゃあ、お願いします。私はだって、ほら、ゆきなさんっていうキャラクターがありますから。あの、幼馴染みキャラ萌えで。キャラ萌え。わかりました。はい。じゃあ、いきます。ラジオを聴いている幼馴染みの君、こんばんは。桐谷ゆくの役の金本ひさ子だよ。違うな。素晴らしい。はい。はい。じゃあ、終わり。終わろ。はい。ということで、はい、皆さん、作品の感想はもちろん、私たちへの質問などをどしどしメールを送ってくれるよね。はい。以上、お兄ちゃんたちからのメール紹介でした。それでは、ここで一曲お聴きください。最近、妹の様子がちょっとおかしいんだがのオープニングテーマ曲だよ。みつき、ひより、ゆきなで敏感アテンション。
この番組は橋本千奈美と金本久子がお送りしております。三月モード日和モード、いろんなシチュエーションにおいて三月だったらどう、日和だったらどう、二人の反応を比較して楽しむコーナーです。はい、はい、前回は小倉優衣ちゃんと三人でやりましたね、はい、三月と日和でやっていただいてスペシャルな回となりましたが、スペシャルでしたね、はい、今日はどんなのが来ているのでしょうか。はい、はい、ではでは、ハンドルネームミルキさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうやが晩御飯の支度をしていて誤って指を切ってしまった時。おお、ではでは、まずは三月モード。何やってるのよ、血が料理についたら食べられないじゃないと言いながら絆創膏を渡す。日和モード。お兄ちゃん大変、今すぐ手当てしなきゃとゆうやの指を加える戸惑いが、ゆうやの指を加える。加えるだと、加える。いやー、うん、ひよりちゃんは大胆ですね、本当にがっつきますね。ねえ、でもちょっとなんかこうガツガツしすぎてて、こうゆうやお兄ちゃんのあたふたした感じがすぐ目に浮かぶ感じがしますね。そうですね、しますします。でも両方ともちゃんと手当てしてあげててよかった、うん、はい、うんうんうん、じゃあ続いていきますか。はい、お願いします。続いてラクハーさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。新しいスケジュール帳を買った時。お、三月モード。忘れてしまう可能性があるので、ゆうやの誕生日に一応チェックをつけておく。うん、日和モード。ゆうやお兄ちゃんと初めての〇〇記念日という今後の予定をひたすら書き込む。未来予想なんですね。未来予想、初めての未来予想ってミッションだよね。あ、そうですね。ね、うん、きっとこう日和が三月に乗り移ってやる予定のことスケジュールを。じゃあ明後日は初めてちょっと殴ってみるとか。わかんない。殴っちゃった。日和は殴んないな。なんか可愛いことだな、もっと。一緒にお風呂に入るとか。あ、そうだそうだ。お買い物に行くとかですかね。そういう記念日をひたすら作る。記念日ってでも面白いね。うん、些細なことの記念日って、うんうん、面白いです。うん、私は自分の誕生日すら書いてないですけど。自分だと覚えてるからね。あ、そっか。あ、うん、そうですね。はい、続いてはハンドルネームよしきさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうやがドッキリ、噛んじゃった。ゆうやがドッキリで告白したとき。三月モード。え、何言ってんのよ、あんた。バカじゃないの。日和モード。私もお兄ちゃんのこと好き。結婚しよう。あ、そっか、動揺してたのか。ごめんなさい、なんか。ん、あ、三月の方が、うん、嬉しいけど、バカじゃないのって言ったタイプ。そうですね。本当に結構ドン引いたら、結構引いちゃった。結構引いちゃった、うん、アニメの美月ちゃんだとどうなんだろう、まだちょっと引くのかな。なんか最初の頃言われたら引いてそうですけど、ちょっと最近ときめきが上がってきたから。そうだよね、今言われたらちょっとドキッとしちゃうかもしれないですね、うんうん、なんか日和にの感情が映ってるとは言いつつも、うん、やっぱりドキドキは本人もしてるんじゃないかな、うんうん、きっとそう思います。ひよりちゃんは結婚しようって。そしてそして続いて、お、くれないの空さんからです。はい、ありがとうございます。プールに行った時に、はい、水着を見てもらって、てんてんてん。うん、うん、うん。三月モード。何じろじろ見てるの？ひよりモード。お兄ちゃん気に入ってくれた？もっと見てくれてもいいんだよ。はい、ということで、はい、水着会もありましたね、アニメで。ありましたね。うん。うん、何、ジロジロ。見てもらってるくせに。あ、ジロジロ見てもらってって書いてある。ちょ、兄ちゃんこれどうかな。ああ、何、ジロジロ見てんだよって。何を言ってほしかった。かわいいですけれども。うん、プール会は、うん、ユキナのおっぱいに釘付けでした。すごいね。はい。もう武器ですよ。ゆうくんって、ポンポンポンって言うの。くんってなんで。ゆきなさんすごいな。すごいな。続いて、満足が止まらないさんからいただきました。ありがとうございます。カラオケに行った時。うん。
ではでは、三月モード。なんであんたと人殺してなさいよと追い出される。日和モード。とりあえず電気を消す。え、電気はなんで消すんだ。はちょっとこれからのちょめちょめごめん言わしてそうね、ちょっとムードがね、カラオケで作れるかな。はい。まあ、いろんなモードがありますが、みつきとひよりちゃん、それぞれやっぱり素敵ですね。無理やりまとめた。はい。以上、みつきモード、ひよりモードでした。いもちょらじお。紳士淑女ならば誰にでもいる心の妹、そんな皆さんに心の妹を自慢していただきましょう。最近俺の妹の様子が可愛いんだが、はい、はい、ではどんな妄想が来ているのか。ほ、まずは、はい、クラフトさんからいただきました、はい、ありがとうございます。僕の誕生日、うん、誕生日だからといって特に何もなく一日が終わろうとしていた、うん、もうすぐ日付も変わろうかというその時、普段は冷たい妹が話しかけてきた。うん、今日誕生日でしょ、これ安かったから買っただけだけどプレゼントと、中にはとても売り物だったとは思えない網目がぐちゃぐちゃのマフラー。ああ俺の妹はなんて可愛いんだ。これはきっと手作りのマフラーをくれたってことですね。うんうんうん、あ、妄想です。お姉さんはいるそうです。うんうん、お姉ちゃんはやってくれないんですかね。お姉ちゃんは厳しそうだな。ああ、そうですかね。うん。うん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 。いや、でも手作りは結構気持ちがこもってますよ。うん。かわいい。ね。うんうん。安かったからなんて、バレバレなところもいいですね。うん、いいですね。ではでは。はーい。続いて、ハンドルネーム、ロリタカさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕の妹は最近やたらとある言葉を使います、うん、何でも仕事の先輩が使って面白い言葉だったそうで、うん、彼女の中でかなり流行っている様子。日常会話でも、今日の晩ご飯はカレー&サラダだよ、明日はお仕事&買い物に行くよなどと、やたらと&のフレーズを使いまくります。先輩の発言を聞いた瞬間から、まるで鬼の首を取ったようにテンションが上がる。僕の妹はなんて可愛いんだ。ついにちなっちょのお兄さんが。お兄ちゃんかな。鬼の首を取ったようにテンションが上がる。そんなに嬉しかったんか。私一回しか言ってないもん。ちなみに最後の、何でしたっけ、神崎みつき役の橋本ちなみ&っていうのは、うん、私が言ったわけじゃなくて、うん、構成さんに振られたものなので。あ、なるほど。大人の操作によってね。そうです、操作によって。なので私は、対はないと。対はないです。楽しかったわけじゃないと。楽しかったです。ちなっちょがだんだん大人になってしまう。あれ続いて、はい。フララさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。僕が自動車免許を取りに合宿に行っていた頃の話です。うん、その日の講義が終わり、あとはもう寝るだけだと思っていた時、うん、ふと携帯を見ると一件のメールが。それは妹からで、授業お疲れ様。合宿から帰ったら会えなかった分、運転の練習に付き合ってあげるから、頑張って勉強して合格してね、応援してるよというメールでした。そのメールのおかげで翌日以降勉強がはかどり、見事合格できました。へー、あー、俺の妹はなんて可愛いんだ。ちなみに、はい、妹はいません。ほう。し、免許も取ってません。すべ、うん、てが妄想。免許から妄想って。なんでそこは妄想にしちゃったの。最初からですね、うん、自動車免許を取りに。しかもなんで話に免許にしたんだろう。めっちゃ気になる。受験とかじゃなく免許。確かにね。うん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 。ちなっちょはお兄さんとメールとかはするの今も。しますけど、うん、なんて言うんだろう、本当に必要最低限のことしかしなくて、どうしてもちょっと聞かなきゃいけないことがあるとか、うん、で、こう私が何とかが知りたいんだけど教えてもらえるってやると、うんうん、例えば暗証番号を聞きたいとかだと番号だけで返ってきたりとか。そうなんだ。本当に
それだけしか返ってこない。答えしかこうくれない。答えしか返ってこないです。へぇ、はい。じゃあ最近元気とかはあんまり。全くないです。そうなんだ。はい。じゃあきっと、なんか、急に頑張ってとか送ると、いやー、ちょっとドン引きされちゃうかもしれない。そうなんだ。なるほどね。はい。はい、続いて、はい、ハンドルネーム、ガムテプーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。とても国際的なうちの妹、うんうん、仕事で海外に行くこともしばしば。でも、いつも上司の人とばかり話してて、構ってくれないから、上司と私、どっちが大事なのと、大事なのかと問い詰めたら、上司の大使さんも大事だけど、あなたはもっと大事だよ、だって。ああ、俺の小野の妹子はなんて可愛いんだ。あ、そういうことか。なるほどね。なるほどね。なるほど。大使さんって誰かと思いました。あれ？でも妹子は男の人じゃない？そうですね。そうだよね。そういうあれです。弟だよ。あ。あれ、妹子って、あれか、お兄さん誰なんですか？そういうわけじゃない。あれ？そういうわけじゃない？じゃないですかね。うん。ちょっと、あれだな。高等なボケすぎて、ついていけなかったんだな。ちょっと、遣隋使。遣隋使です。聖徳太子の時代？うん、そう、上司の太子さんが聖徳太子、その太子か。あれ、私結構気づいてました。あ、ほんと？大使、多分、大いに石で大使さんかな、普通に名字かなって思っちゃった。あ、上司大使さんって言うんだ、ふーんって思って。そういうことね。私は最後の一行読んで気づきました。なるほどね。なるほど。よし、じゃあ次、次行きます、はい。はい。あ、もう終わり。また雑になっちゃった。はい。はい。皆さんの心の、または、実際の妹のお話、どんどん送ってきてくださいね。以上、最近、俺の妹の様子が可愛いんだが、でした。ここで一曲お聴きください。リンクアテンションのカップリング曲です。三月 CV 橋本ちなみで私は私。ここで番組からのお知らせです。テレビアニメ最近妹の様子がちょっとおかしいんだがは、東京 MX、 サンテレビ、 ATX、 BS11 にて現在放送中です。ぜひご覧になってくださいね。続いて原作の情報です。最近妹の様子がちょっとおかしいんだがは、月刊ドラゴンエイジにて連載中。コミックス最新6巻は現在発売中です。はい。そしてファンタジア文庫より、イモチョのノベライズ、最近妹の様子がちょっとおかしいんだが、いや、かなり危ない学園祭は現在発売中です。はい。そしてですね、はい、最近妹の様子がちょっとおかしいんだがの、三月の恥じらい添い寝ボックスというものが、はい、完全受注生産で発売します。お、豪華内容は松沢まり先生の書き下ろしシーツ、三月の添い寝 CD ほか、豪華特典が満載です。気になる。発売日は2014年8月9日を予定しています、はい、予約締め切りは4月10日なので、ぜひお忘れなく。詳しくは藤見消防さんの、最近妹の様子がちょっとおかしいんだが公式ページをご覧ください、はい、ラジオの詳細ページからも行けますのでぜひよろしくお願いします、はい、そして今度は音楽情報です、はい、三月、日和、ゆきなの3人で歌っていますオープニングテーマ曲敏感アテンション、小倉ゆいちゃんが歌っていますいもちょのエンディングテーマ曲チャーミンドゥは現在発売中です。はい。そしてこの番組のラジオ CD が3月26日に発売されます。ゲストに小倉優ちゃんをお迎えしてお兄ちゃん企画などに挑戦しています。最後はブルーレイ&DVD の情報です。3月26日よりいもちょのブルーレイ&DVD シリーズが発売されます、うん、テレビでは見られなかったあんなシーンやこんなシーンも満載ですよ。はい。ブルーレイには私橋本ちなみが歌っていますみつきのキャラクターソングを収録した CD や、うん、特典映像が収録されますのでぜひ、楽しみにしていてくださいね。最近妹の様子がちょっとおかしいんだがに関する情報は公式ホームページ http://imocho-anime.com/にてご
確認ください。はい、以上番組からのお知らせでした。いもちょラジオ、この番組は橋本千波と金本久子がお送りしております。お別れの時間になりました。はい、はい、今回妹のコーナーではちょっと変化球が来たりして、はい、そうですね、うんうん、今までと違って面白かったですけれども、うん、そういう妄想もありなので、うん、ぜひ自由に送ってくださいね。はい、お願いします、はい、そしてなんと3月28日発売の電撃ジーズマガジンさんの響きベースのコーナーになんとイモチョラジオの記事が載ります。ぜひそちらもチェックしてみてください。この番組では皆さんのメールお待ちしています。メールはこのラジオ番組のホームページにあります投稿フォーム、またはシスターアットマーク響き -radio.jp に送ってください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、はい、この最近俺の妹の様子が可愛いんだがのスペシャル回を番組では現在企画中ですよ。はい、妄想話リアル話お待ちしておりますので、うん、メールたくさん送ってください、はい、お願いします。お願いします。それではそろそろ終わりにしましょう。いもちょラジオ、お相手は神崎美月役の橋本千波と桐谷ゆきの役の羽本久子でした。ラジオを聞いているお兄ちゃん、そして幼なじみの君、また来週も聞いてね。この番組はいもちょ制作委員会の提供でお送りいたしました。